え、ハングル動画は多分視聴されてるけど、見た人はみんながっかりしてるんだろう。それはお前が考えてるだけじゃん。中には勉強だったって思ってる人もいっぱいいると思うよ。だからそれわかんないじゃん。その人の気持ちはなんでお前頭の中で考えて、脳の中でそれを構成すんのよ。そうだって。そうに違いないっていう。がっかりしてるに違いないって。バカなの、お前。面白いな、お前。ハングル、あとが怖いからね。うん。それを利用してる面もあるので、課題に恐れて、侮っても状況悪化。誰すべて使用判断として抑えておく認識だと思うんですね。はい。使用に耐えるのが一番確率が高い。うん。だから、あるよね。ありますよね。なんだっけ。ありますよね。私が、動画で出したのは、殴られ恐喝。殴られ恐喝の動画も、多分こいつら見てない。殴られ恐喝の動画絶対見てない。殴られ恐喝の動画があって、気をつけなきゃいけないのは、殴られ恐喝っていうのは、何にもしてない状態で、うまいこと言う。で、そこのところで威圧するんだけど、そのまま殴らしちゃう。そこの要は、LINE ですよ。LINE のところ。LINE のところで、うまいことやるっていうのがあるんで。だからもちろん、準備体制にしとくのはいいんだけど、ある程度の防護っていうのは必要かも。この当たり前ですよ。だけど、これは、例えば素手でやるんだったら、相手が絶対多分格闘技とかね、やってたりするあれってのは、やっぱり喧嘩のあれもあるし、あるから、素手でやるってのは非常に危険だと。やられちゃうと。で、周りもいるし、ボコボコされちゃう。じゃあどうすんのって。例えば、逃げればいい。例えば、コンビニとか逃げれない。あんな閉鎖空間で。だって、こうやって来てんだよ。こうやって来てて、こういう風に来てんだから、余計に逃げれない。その時にどうするって。それは環境的に逃げれない状態っていうね。じゃあ逃げれないじゃん。じゃあどうする、じゃあ司法に耐えるんだよ。司法に耐えられます？警察を呼ぶの？ 10 分15分かかるよ。だからレスポンスタイム、その10から15分なのに来る前にやられてるよね。司法に耐えるとどうするの？ボコボコにされて、もうこんな入院の状態になって、それで司法に耐えるの？もしかしたら、だってこの前の事件みたいに殺されるかもしれない。それで司法に耐えるなんて言ってられるの？言ってられないよね。おかしいですよね。本当にね、もうこんな感じなんですよ。ずっと。で、よいしょ。ですね、日本を長領バックするハングルの恐怖だ。内容はハングルは強いから、これね、結局何かって言ったら、アクセスが高いでしょ。アクセスが高いやつだから、すごいね、脅威に感じてる。あ、やべえなって。これアクセスが高いから、これはまずいなって。これでいいって見られたらいけねえな。で、情報操作してる。で、情報操作をして、いや、これは絶対良くねえって。そういう風にさせようとしてる。見てたらわかります。アクセスが高いからやべえな。まあ、どっかの団体だと思うんですけど。で、内容はハングルが強いからサイレスプレスと。うん。で、いいよね。予想通りの話なら面白くなく参考にもなる。参考になるってのは何なんだ？参考になるってのはどういう動画を言ってるの？参考になるものって何かあるの？あなたが見せなさいよ。あるの？実際に襲われてやられるときに、どういう方法があるのかな？ねえ。ね、スプレーの宣伝動画としてはいいかもしれないけど、護身術動画としては不十分だ。不要な部分、あれ、これってあれじゃない？不要な部分を削って参考になりそうな話を付け加えるべきだと。例えばこんな話はどうだろうか。これって素人護身術じゃない？これって素人護身術の書き方ですよ、これ。絶対こいつあれだな。ID これ、もう重複してんな。ID 重複して出してんな、これ。え？はい。格闘技をやってるハングルが強いから怖いのか。うん、喧嘩慣れもあるけど。うん。格闘技とか、格闘技やってるハングレって多いですよね。あと、喧嘩慣れもあります。やらないとそもそもハングレって言えない。あと、凶器を。武器を持ってるんだね。それなら格闘技をやっていないヤクザやハングレは怖くないんだ。格闘技をやってるってのは怖いでしょ。で、格闘技やって、格闘技やってないヤクザ半グレも怖いでしょ。喧嘩慣れしてるし、そういう、要は犯罪慣れしてるって。間違いなく人命軽視ですよね、これ。だって、誰も書いてないですよ、ここのとこ。こいつそうだよ、完全に。
これ、出ちゃったんでしょ。他人のやつを使っていろいろやってたんだけど、自分で。やってたんですけど、出ちゃったんです。本当に。自分のが。これ、出てそうですよ、この書き方。個人の強さなんてほとんど関係ないだろ。ヤクザ半グレは凶暴で集団だから成り立つ商売だ。うん。凶暴で集団？もちろん凶暴で集団っていうのもあるけど、個々人としても危ない。ヤクザとか半グレ。例えば喧嘩慣れしてる人が多いんじゃない？そこじゃないの？とか犯罪慣れしてるんじゃないの？そこじゃないかな？大阪で一番喧嘩が強い、かっこ自称らしい、二丁会。幹部の桑原だな？半グレも怖くないはずだ。わからない。誰のことなのかわからないけど。半グレも怖くないはずだ。うん。一般人は桑原ではないので、ヤクザのタグには関わってはならない。これは基本原則だろう。うん。関わってはならないですね。いいよいいよ。まあ、とりあえず行こう。はい。道でいかにも悪そうな奴が歩いていたら、目を合わさずにそっと離れなければ、ああ、それ言ったじゃん。この前のだから見ちゃったからじゃないかなと思う。なるべく離脱するところで当たり前だ。これはね。いいかな？ちょっと、お子ちゃまだから言うよ。まずなるべく見たら、まず離れるってこと大事だよ。離脱するってこと大事でしょ？距離を取るってこと大事だよ。間合いが大事だよ。ね。で、目を合わせたりするのもダメだよ。相手のプライバシーを侵害するから、良くない。言ってるよね。で、ベルマンや土佐犬がうなってたら近づく人はいない。まあそうだと思う。当たり前や。なんだけど、私が今言ってたのは、これ当たり前だよ。うん。なんだけど、実際に逃げられない状態で出くわしてしまった時にどうするのかって話でしょ？そこの話をずっとしてるんじゃない。なんでこれすり替えるの？で？なになに？どう、意味がわかんないんだけど。だからこれだ、どうすんの？関わらないの？関わらないでしょ？関わらないようにするじゃん。あれだってどうやん。関わらないように生きていくやん。だけど、関わっちゃった時どうすんのって話じゃないの？それって巷の個人でもそうでしょ？それを言ってんじゃないの？例えば、サイレンスプレイを持ってなかったら、何？対浜の対峙でやらなきゃいけないんですよねって、そういう時もありますよねって言ってんじゃないの？同じじゃないの？何言ってんの？自作自演しすぎてボロ出したじゃん。だと思う。ボロ出した。しかし、半グレに襲われた人は店の人であり、なんだっけ？ああ、あったね。ああ、この事件はね、この事件はね、この事件は、うん。この前みたいにコンビニでやられちゃう人もいる。一般人で会ったこともないね。他にもあったよ、こんな事件。一般人が勝手にやられちゃう。絡まれてやられちゃう。何も自分が避けてるから大丈夫ってわけでもないんだよ。向こうから来る場合もあるんだよ。大丈夫？逃げられない立場だったから、スプレーと逃げる以外のアドバイス。モンザはもっと用心棒だから簡単だと思う。カッコ続く。これ、あれ、カッコ続くって書いてあるから。これ人命軽視ですよね。で、これだから、半グレを襲われた人は店の人であり、逃げられない立場だったから、うん。スプレーと逃げる以外の。じゃあどうすりゃいい？ちょっと。逆に、お前、逃げるのとか大事だったんじゃないの？言っちゃったよ、これ。スプレーはまあ、サイレスプレーとかはあれだよね。だけど、逃げるっていうこと以外のアドバイスってある？大丈夫な方法ってある？ちょっと聞きたいよな、これ。続くだから、これ人命、あれですよ、人命軽視です。あった。出ました、出ました。はい。ちょっと行きますよ。あ、これいいね。これいいね。これいいね。これいいと。自分は用心棒ではないが、正解はわからないが。素人が思いつくことを書いてみる。素人個人術だ。はい、行きます。状況をスマホで隠し撮り。これだよね。これが握られないやつだよね。はいはい。スマホで隠し撮りのやつは、スマホ、それから隠しカメラ、護身術講座、DVD 出してるから。そこのところ出してびっちり言ってるから。こういう系の私は確か出してますけどね。これの動画も出してるよ。で、証拠保全ね。うん。だけどちょっとこれ一個一個言ってね、わかんなくなった。証拠保全って言うけど、どんだけ証拠保全をしても、もちろんそこのところは大事ってのはありますけど、私も出してるから。証拠保全をしようとしても、相手がやる気できたときやられちゃいます。相手がやる気できたときやられちゃうよ。それでも OK？ それでも OK なのかな？うん。だって、来られるわけですよね。どんだけ証拠保全をしたって、やることは関係ないんだから、相手は来るとき来ちゃうから。何撮ってんだ、この野郎。ボコボコされるわけです。
だからこれ100%じゃないよ、これ。正解がわからないから、初めから書くな。以上。説得に応じなければ、女性と半グレを分離。ああ、これまであれだ。そうそうそう。女性がいたから、あれだね。女性がいたから殴ったやつやったかな。これ半グレってあれだな。あの人のやつじゃないやつかな。あ、悪いやつか。はい。頭蹴ったやつかな。頭蹴ったやつかな。お客様の迷惑になります的な理屈で説得。ああ、違ったんかな。あれ？殺されたやつ？ちっちゃう。相手を刺激、あ、すいません。すいません。一個忘れました。はい。相手を刺激しないように下手に出る。まあ、バーバルだからね。大事じゃない？これは。お客様迷惑になります的な理屈でセット。まあ、それで来られることもあるけど、バーバルをトライするのは大事だね。これは。これはわかる。説得に応じなければ女性と半グレを分離。警察を呼びます。との警告。丁寧な応対であっても理不尽な要求に屈しない。警察を呼びます。まあ、それで、まあ、バーバルの一環ですね。まあ、それで、ダメだったらどうなんだろうな。でも刺激するからやべえかもな。警察呼びますよ。やべえかもしれない。なんだこの野郎ってなる。ね。これは。いきます。暴力沙汰になりかけたらすぐに110番通報。他の者により送付。だから、10分から15分かかるから、レスポンスタイムが。でもこれは、来る前にやられたらどうする？来られたらどうする？そういうことがあるよ、こんなん全然。かけたところで来ちゃうわけはどうする？関係ねえ、この野郎って。来たときはどうしたらいい？やられると。ね。で、はい。要は、バーバルはやる。まあ、バーバルはありますからね。バーバルをやるってのはいいんだけど、だけど、バーバルが通用しなかったら終わりだよ。その次の手段を講じてない。で、あとは、はい。半グレにもわかるくらいの声で110番通報しました！と連絡し、電話はすぐには切らない。警察が来ることを知り、逃げることを期待。あ、逃げることを期待するのね。逃げなかったら？来ちゃったら？それはどうなの？書いてないね。暴行を受ければ消火器を噴射する。鈍器になる。消火器は手に持ってるの？その時。相手目の前に、例えばポリスマグナムとかちっちゃいやつだったら、携帯とかは、常時携帯はできるけど、装備はできてすぐドローイングできるけど、抜くことはできるけど、消火器みたいなでかいやつなんて、そうなんで、どこから持ってるの？どこに売って手に持ってるの？あなた。それで話を進め、何持ってるの？何を手に消火器なんか持ってるんだろう。俺にかけるつもりなんだろう。よ。で、ボコボコにされると多分。何言ってんの？なんで消火器？で、面白いな、これ。話にもなんねん。消火器噴射するって、たまたまそこにそういうのがあって、そういう位置に立ってりゃそう。ないじゃん。外とかだったらどう？だよね。証拠保全なんかしてる場合ではないですね。まずはその場からの離脱。それが困難ならバーバルによる事態の鎮静化。それでもダメなら条件の応じてゴーシングの使用から100%。安全域から。そうですね。火災報知器をさ、無理？かっこ。はてらない。睡眠薬入りドリンクをサービスで出して飲ませる。これも無理か。書くな、じゃあ。ハテナとか、ああ、無理か、これも無理かっていう。こいつでも結構もともと面白かったんですね、これ。芸人になればよかったのに、これ。こんな感じの話を少し追加しただけでも、専門家っぽい話になる。専門家っぽい話になる。ああ、そういうことか。面白いな、これ。で、その下。その下。多分ね、こいつが書いたんですよ、また。こいつが書いたんです。これ。絶対そう。これね、ちょっと、ね、これ、こいつ、これ、長文さんって、素人個人の人命刑事じゃない。長文じゃない。これが、水曜日の、あ、そっかそっか。でも次の日にはなってるか。次の日はなってるか。次になってほしい。長文さんの方がよっぽど個人専門家だわな。やばいな、これ。これ面白いっすよ。そうそう。
バーバルと言ってるのに警察いますよとか、それ挑発人しかなってない。そうですね。バーバルってそもそも、そのコントロールするんですね、相手を。コントロールするものだから、挑発したらダメです。挑発したらダメだから、コントロールしなきゃいけないから、あんまりそういうこと言っちゃダメです。上から目線でドンっていうのは絶対やばいんで、興奮させないようにするためにコントロールする。そう、消火器とかいう重いものを、緊急時に持ち上げて使うことなんかできます。できない。これでも結構言う人いますよね。消火器っていう人います。小型のやつはわかりますけど、携帯とか。どっかバッグに入れとくとかね。それはわかるけど、まあ、向こう側は難しいですけどね。見えなくなるんですね。でも結構ね、言う人っています。ある、なんもない。どこをどう読んだら、なんか専門家に思えるのかっていうのは、多分ね、もう希望がないんですよ、希望が。そういう希望がないから、多分もう、こいつしかない。なんとか、それっぽいことを、それっぽいことを言えるのが、多分この長文、まあ人命軽視しかいないんだと思います。なんかあるわ。あと、これはもう完全に事実と違うとかですね。また出てますね。雑魚のよりどころは所詮雑魚なんです。そうでしょうね。まあ、そうだと思います。だから、これに共感できるとしたら、自分が雑魚って認めてるみたいな。完全にこれを見てね、共感してるんだとしたら、そいつは雑魚。雑魚認定だ。完全雑魚認定。あ、これは、ちょっと個人的なことですね。そうですね。グレアブラスターだの、フラッシュライトだの、検証してるけど、全く意味ないじゃん。で、それでこの人、意味がないって分かってるのに、DVD 作って売ってるってどうなんでしょうね。これだから、さっき言ったことですね。多様性のあるご真実を出してるってことなんで、これは。いろんなご真実を出してて、いろんなご真実分かってますよ。で、その中でも、やはりまあ、私が今、っていうのはポリスマグナムのところですよね。ポリスマグナムと防護盾、まあ、凶悪犯罪から、まあ状況によるんです、それは。で、そこのところ言ってるんですけど、これは、この人、意味がないって分かってるっていうのは、検証をして、フラッシュライト、私が言ってるのは、例えばフラッシュライトだったら、夜間は絶大です。夜間は絶大だから、まあ、相手がその光の光源を追ってくるってこともあるんだけど、夜間は絶大だから使うっていう選択がありますよ。昼間になってくるとそれがもう全然ダメになっちゃうから、フラッシュライトっていうのはちょっと使用私は良くないですよっていう話をしてますね。だけどこれは極論でフラッシュライトって使えるじゃんって、フラッシュライトは絶対いいじゃんって、要はポジティブな面だけどどうしたいんでしょうね、多分グレアブラスターも。まあ、ちょっと違いますけど、グレアブラスターは。だから、もう絶対いいじゃんっていうところだけを抜粋して出してもらいたい、こいつらは。そんなことしたらダメですよね。だって使えない面もあるんだから。使えない面も正直に出していかなきゃいけないんだから、こんなこと言ってたらダメでしょう。だけど、使えないなら使えないでバッサリ切り捨てられないんだ。有効な場面がある。だからバカなんじゃない？バカですよね。だって、だったらフラッシュライトとグレアブラスターそもそも初めから紹介しない。それだったら、クボタンとか、なんだっけ？ああいうやつありましたよね。クボタンとか、なんだっけ、タクティカルペンとか、そういうのを使えないっていう。使えないって言うか、他に使えるものがあるから、代価するものがあるからいらないよって言ってるやん。だけど、フラッシュライトで代価するものないでしょ？
ある？なんかこういうの持って何？いや、光るぞ、わーってやるの？フラッシュライトじゃないと光らない。グレアブラスターでもそうでしょ？フラッシュライトではないから。点滅が交互にするんだよ。バカバカバカ。まあ、そこのところは見てよ。グレアブラスターのところ。自分で勉強して。うん。だから、それに変わるものはないわけでしょ？変わるものはないんだけど、デメリットもメリットもあるんだから。だからメリットのところもちゃんと言ってるし、デメリットのところもちゃんと言う。当たり前じゃん。使えないなら使えないでバッサリ切りすぎちゃったら、実際にじゃあフラッシュライト使えないよね、ちゃんちゃん。グレアブラスター使えないよね、ちゃんちゃんだって。使えるときあんだ。頭バカなんか。言ってること曲解してる。もうわけのわからん方向に持ってる。知能が足りないんじゃないか。ゼロに、ゼロを足して、足してもかけてもゼロはゼロな。現場状況によって使えるの、使えるかどうか変わるものなんて当てにならない。だから、とっさの場合に選択肢は少ない方がいいんだから、そういう限定的なものは誤進軍から排除して、やってることが政治じゃない。そんなことないよ。そんなことない。なんでかって言ったら、もちろんね、シンプルさがベストだから、それを持っとく。例えば、なんだ、防護盾、バック、ね。まあ、バックの場合は常に持ってるから、まあ、それが誤進軍と言えるかはまた。で、それと、サイレンスプレーでしょ？ポリスマグナムでしょ？ね。まあ、そういうのを、まあ、持つ、シンプルでやってきたときにシンプル。で、まあもちろんいいんですけど、このフラッシュライトの結局そのメリット、デメリット。じゃあサイレンスプレーのメリット、デメリットって何？そこもやっぱり説明できなきゃですね。まあグレアブラスターとフラッシュライトは結構似通ってるものなんで、あれですけど、例えばじゃあフラッシュライトとサイレンスプレー。ね。例えばサイレンスプレーだったら、まあポリスマグナムなんですけど、特効性があってよく効きますね。そうですよね。だけど、フラッシュライトの場合は、多分昼間とかは使えなくなる。夜間だと、もちろんルーメンにもよるけど、絶大な効果を出す。だけど、光の光源を頼ってくることもできちゃう。相手を無効化することはできない。ですよね。ポリスマグナムだったら無効化はできる。で、例えば相手にかけましたっていう時に、まあ、状況にもよるんだけど、何らかのことで問題になるということは100%ないと言えない。そうですね。実際に相手にかけるわけだから。フラッシュライトの場合は、相手に対して照らして、もちろんどれぐらいの距離からやって、例えば視力がいっちゃうとかね。うん。まあそういうのもあるのかもしれないけど。だけど基本的に、フラッシュライトっていうのはサイレンスプレーに比べると、つけました、相手に対して、ね、やりました、言っても、そこまでのダメージはサイレンスプレーほどはない。そういった面でも、照らしました、行きました、離脱しました、通報しました、という流れで、こいつはそこまで必要以上には気づかない。っていうのはあり。もちろん、非殺傷だからそこまで気づかないんですけど、サイレンスプレーポリスマグナムも。だから、そこのところがあるから、あとはもう、それとね、あともうちょっと災害とかにも使える。もちろん。サイレンスプレーは災害時に何か襲われた時には使えるけど、災害で照らしたりすることができるでしょ。サイレンスプレー自体を防災に利用することができるでしょ。そういった意味では。フラッシュライトは使われるじゃん。グレアブラスターはちょっと違う。ちょっと違うので。まあ、ライトの切り替えも使えるから、そういった意味だったらあれだけど。フラッシュライトはルーメンとかやっぱり高かったりするんで、フラッシュライトついてるんですけど、そういった意味で、使えないなら使えないでバッサリ切り捨てられないし、その時に選択肢が少ない方がいいなら、そういう限定的なものは画面から排除してはいけない。こう使えるもの。だから私が全部出してる。特殊警報の場合は、棒としてああいうものありますよって、例えば施設内とか、自宅とかで携帯してそれを使うこともできますよ。まあ、もちろん他のものの代理化は効くんですけど、棒として。特殊警報。というのは、施設内とか、選手会だったらいいですよっていう話はしてますけど、その他のとこだったら、試合も一個言ってるみたいに、サイレンスプレー、ね、それからスタンガン、ね、まあ、非殺傷、非殺傷、それからフラッシュライトのグレーブラスター、まあ、非殺傷。この話はしてますね。だから、どれもその時の状況によって使える、使えないっていうのはあるから、でもスタンガンだったら、もちろんデメリット、メリットはあります。完全に無効化できないと無効化できないとか多い。ただ、威嚇効果としては、ある一定の、ボルト数のものとかを使えば、威嚇効果は十分ある。なんですね。だから、そういうものによって違うってことだ。だから、それなんか、こいつはものを言えるだけのあれはないよね、知識が。こいつは。それは思いました。護身術は足が速いのが一番なんやろな。戦うと負けるダメージを負うリスクはある。うん。ね。もともと足が速いやつが圧倒的有利。だが、どんくさい人間でも何とかしたい。それが護身術。まあまあ、間違ってはないな。間違って。
足が速いのは一番なんやろうけど、うん。でも、が速くても、さっき言ったみたいに、追いつかれちゃったら終わっちゃうし、相手の足の方が速かったら終わっちゃうし、ね。自分が対処が不良だったらダメだし、第三者と誰かいて逃げ遅れたりしたらダメだ。必ずしも逃げられるっていう状況でもないですね。環境的なこともある。だからこれも100%じゃないですね。何らかの方法を知ってない。それは思います。フラッシュライトの批判してるんだけどさ、だからこれをフラッシュライトの批判と取るんだよ。フラッシュライト俺持ってるよ。ってるよ。皆さんでも持ってるよ、これ。フラッシュライトを批判してるんじゃない。デメリットとメリットで何があるのかって言ってるのに、それに対してなんで批判になる。なんで1か0かなの、完全に。100か0かって。何なんだ、これ。バンドナ護身術なんてないんだから。はい。サイルスプレーだっていつ禁止になるの？うん。なったらいいんじゃない？なったら他のことやる。まあ今なってないからなってないよね。はい。で、万能な護身具なんてないのはその通り。万能な護身術もないのも、これも当たり前。だけど、有効な護身術はあるよね。万能な護身術がなかったとしても、有効な護身術ってあるわけじゃない？それに近づける護身術あるわけじゃない？有効に、していくものはあるわけじゃない？なんで有効なものを公開しようとしたの？かしいよね、これ。万能が護身術もないって言ってるんだけど、有効なものはあるわけじゃない？明らかに。何、どうなの？じゃあ、刃物で襲ってきたときに、素手でやる方が有効なの？それともサイルスプレーを遠隔から使った方がいいの？絶対後者じゃん。普通に考えて後者ってわかるやんか。なんでそんなリスクの負うことを大幅に取って時間を教えてるの？そうだよね。相手は状態によって使えるときも使えないときもある。これ常識。相手や状態、相手や状態、状況ね。うん。軽度いざこざだったらね。そうだよね。その話もしてるよね。うん。何？どうすんの？軽度いざこざ来たら相手ぶん殴るのできないよね。うん。だから SSR でしょ、結局。だよね。それなのにサイレンスプレイは万能であるよって。強化犯罪においてはすごく有効なんじゃない？圧倒的だと思うけど。凶悪犯罪においてね。何回も言ってるんだけど、これは。渡る護身術は衛生で使えない。詐欺、大ボラ、習ってはいけないと。はい。だって、やってることがやってることじゃない。じゃあなんでサイレンスプレイを肯定しないで。なんでサイレンスプレイの護身術をどんどん出してるの？フォルスマグナムとかサイレンスプレイの遠隔とかでやれる、ね、相手をある程度やれる、そういうので無効化できちゃうものとか、まあ、スタンガンとかもそうだけど、ね、そういったものをなんで出していかない？なぜ出さない？そこですよね。で、何？誹謗中傷の基本法ね。ちゃうじゃん。何意見言っちゃいけないんだ。意見言っちゃダメなのか。それは。てめえらがそこでやってるからダメだ。じゃあ、大切なら全ての状況で万能な効力を発揮するんだ。そうですね。そう。だったら、そうそう、大切だったら、徒手格闘術だったら全ての状況で万能な能力を、意欲を発揮するのかとね。発揮しないですよね。だったら、なんで、サイレンスプレイ、ポリスマグナムとかをそちらで教えてない？理由は？そもそもだって携帯できる。わからない。理由がわかんないんです。ね。これ言ってますよ、ここで。5チャンネルモンドスレが経って、昨日で丸3年だな。昨日はモンド記念日だったのかな？ 3 年ですよ。2020年で、2020年の時点で、の3月の時点で3年だった。モンドスレが経った。で、これ見たらわかりますけど、今3年が6年か。6年やってるんですよ、これ。6年間ずっと言ってるんですよね。すごいな、こいつら。あ、これあれだ。あ、これだけいきます。これだけいきます。はい。今日はなんか、コラボは、多分ないかなと思うんで、コラボは多分ないかなと思います。これで終了しましょうか。はい。これで終了します。ね。これだけ。えっとですね。
グレアブラスター&フラッシュライト、ミニスタンガン、ガチ検証見た。前回の、グレアブラスターの宣伝動画の感想に、グレアブラスターは、はい。これ、人命軽視です。グレアブラスターはめまいを起こせるらしいが、そのために何秒以上照射する必要があるか。うん、それも見せてる。それは、グレアブラスターの、DVD、まあ、ダウン商品なんですけど、そちらの方、まあ、今、ないか。それは出してますね。これは。グレアブラスターについて私、紹介してますよね。確か。してますよね。はい。で、これはね、そうだね。一瞬ではないよね。一瞬ではない。で、距離もそこそこ行かないといけないから、グレアブラスターっていうものがある、こういうのがあるから、有効な場面っていうのはあるかもしれない。これは。もちろん100%否定はしてないから。だからフラッシュライトとちょっと違うんですね。感覚が。めまいとか、転換とかね。転換とかめまいとかができる。この6年、アンチは無駄に人生費やしてきた。と、来ただけです。ですね、もう、めまいが起こせなくても瞬間的な目くらましはできるか。そうだな。瞬間的な目くらましもできるとこ。ただし、それは状況によるとか、これは。ただ、その明かりがストロボのライトっていうか、色は違う。色が違って、緑と赤で、色がね、バカ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 って点滅するんですよ。で、それで、ポケモンショックってね、昔ありましたけど、ポケモンショックっていう、ああいうのが昔あって、点滅してみんな泡吹いて倒れるとかね、ありましたよね、テレビ。ああいうような状況を起こす。だからもちろん、マイオトロンと一緒ですよ。マイオトロンもね、サンガみたいな感じだったけど。それが、それをやることで絶大な効力があるっていうと、またそこのところは違うんですけど、人によっては、パタッといっちゃうことも、近距離なら、で、ある程度の時間ならある。だけど、そこでどうなのかなってあるんだけど、ただ、パーッと照らしたときに、夜間の真っ暗なときに、まあ、結構前のことになるね。そういうふうに思い出した。真っ暗な時にあれをババ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 って明滅されると、なんだろう。普通のフラッシュライトの普通のこと違うんです。赤、パカパカパカっていうのがすごい分かりにくいのか。確かに分かりづらい。そういった意味は、位置の確認が分かりづらいかなと思いました。色だからかな。で、何に、昼間と夜間での効果の違いはどのくらいか。あとは、ブザーついてる。ブザーも一緒についてます。ブザーも一緒についてます。バーってすごい高いやつが、ブザーも一緒についてます。ブザーだけではなく、昼間と夜間での効果の違いは、まあ、それは夜間じゃないですか。フラッシュライトと一緒。夜間じゃないと効果がない。ない。グラブラスターとフラッシュライトの最低何ルーメン以上は必要か。グラブラスターは何ルーメンだ。ちょっとあれ、確認しないとあれですけど。フラッシュライトのがあるんじゃないかな。フラッシュライトの方が高ルーメンのやつがあるか。次も書いてた。今回の検証動画は前回よりはマシになり、上記の疑問に少しは答えて、あ、答えてたかな？答えてたかな？覚えてないな。結構前。はい。で、結論としてはグレーブラスターが防犯ブザーとして役に立つ。そんなことないんだけど。防犯ブザーのものっていうのはあるんだけど、別に、フラッシュライトはフラッシュライトとしての効果があるんだけど、グレアブラスターはグレアブラスターとしての効果があれば。自分で検証してみたらいいよ。自分でやってみたら。実際に。そうです。点滅させてる間。そうです。あれだけ様々な色の、閃光が点滅するのですから、点火やめまいを起こさなくても、目くらまし効果がある。これね、まあ、これはね、実際の状況、もちろん、なんだ、動いていた状態でも受講者の方とやったんですけど、私がやったんです。なかなか位置のあれってのは難しいっていうことと、近距離の状態でちょっと当てたんだけど、めまいはしたって感じでなので、グレアブラスターはグレアブラスターのメリットっていうのはあるから、それで後悔してますね。非殺傷のものですね。で、実験で相手の顔に光を当て続けながら防御をするという使い方があったかな。
現実にありえない。特攻性があるのはポリスマグナム、ね。タイルスプレーだから。フラッシュライトも同じようなもんだ。フラッシュライトもそうだ。フラッシュライトも、あれもそうだと思うけど、まあ、フラッシュライトの場合は、コール面とかの場合は真っ白になる。あ、そこのとこが違う。バババババって、なんかパーンってなるのと、グラブラスターってね、パーンってなって、ふわーって真っ白になって違うのか、感じが。その違うだけだよ。あれは実験だから照らし続けていただろうが、視聴者に誤解を与える。実践でグラブラスターを使ったってことね。実践でグラブラスターを使ったときに、点滅させながら離脱はしてるよ。今、あそこは閉鎖空間だから、逃げられない状態だから、こういう状態で普通にこうやってやってるんだけど、実際だったら離脱してるっていうことですね。まあ、結局は、フラッシュライトもグラブラスターも、単体では非常に閉鎖空間だな、特に。まあ、夜間の屋外とかだったら照らして離脱するっていうこともあり得るかもしれない。そう。ああいう閉鎖空間とかだったら、照らしても相手は光を追ってきたりだとか、目を視線を逸らしてくることができるから、グレアブラスターとフラッシュライトも。そうなってくると、やっぱりポリスマグナム。もしくはもう一つ威嚇できるもの、スタンガンの併用する。相手を照らしながら威嚇するとか、もしくはタリスプレーをかけるっていうのが有効じゃないかな。どうしてもっていうんだから、合法盾旗をサブで持っておく。左手でグレアブラスターフラッシュライト持ってて、こちらで合法盾旗なので叩くとか。それだと超接近戦になっちゃうから、私は精神的威嚇効果で相手を離脱、離すのか、スタンの、もしくは実質的に相手を無効化するとかが安全だと。だから合法鈍器とか特殊警棒とかもダメだけど、それが棒状のものっていうのは、相手と実際やらなきゃいけなくなるから、そこのとこは違うんですね。危険性がアップすると。私、むちゃくちゃ真面目に答えてますよ。すごい真面目に答えてますよ。実際には相手は眩しいから、手で遮るなどの方法で、ライトを見続けてはくれないだろう。ああ、もちろんそれもできるよ。そうそう、できる、できる。こうやったりとかね。こうやって、できる、できる。それは間違いない。間違いない。だから、何らかのサブのものはいると思う。外とかと中とかで違う。外とかだったら、サイズ見たとしても、離脱はできるかもしれない。距離を取ることはできるから、フラッシュライトで夜間でバーって照らして、コール面で離脱を離れるってことはできるかもしれない。その時はでも、それでも、防護盾とフラッシュライト。使い方が安全かもね。左手に防護盾持って、まあ、右の方だったら、左手に防護盾持った状態でフラッシュライト照らしながら離脱ってやり方は、双方シールドがあるから、光のシールドと実際のシールド、物理的なシールドが。二つあるから、そういう使い方もあるよ。それも私出したことある。それも出した。そう、あるじゃない？手を遮ったりだとか、目をそらしてるから、できるとかよく、来るよ。ライトを直視してくれなければ効果を半減するように。だからライトが目に当たった瞬間しかチャンスはないのであった。まあ、その時の状況によるよね。目に当たった瞬間に何するの？離脱でしょ。離脱するんでしょ。フラッシュライトは目くらましになるようだが、その方法は2つ。顔にライトを当てた直後にダッシュで逃げるか、あ、いいんじゃない？それ普通じゃん。それはいいでしょうよ、これで。ダッシュして逃げるよ。検証としてやってるわけだから、あれは。閉鎖空間の状態で検証ってなったときに、じゃあ照らして逃げるっていうのは私たちがやってるでしょ？ SSR の実際のシミュレーション訓練でやってることです。襲ってきました、照らしました、離脱。襲ってきました、防護盾で防護します、離脱します。襲ってきました、サリスプレーを防護盾でかけて離脱します。それはやってることじゃん。訓練ね。シミュレーション訓練ってね、やってるよね、これ。やってることなんだけど、あれは検証だよね。検証だから、実際相手に光に当てて掘ることができるのか。で、多分グレアブラスターでもそう。実際、近距離で座った状態で、あんなことないんだけど、座った状態でこういう状態で照らして、どんな状態になるのか。実験だよね。実験をやってるんだから違うよ、この話が。それを一緒にしたらダメだよ、とか。それは、あなたが考える能力がないんだよ。それはこれ、それはこれ、あれはあれってやってるって、全く理解できてない。れわかるよね。ね。で、顔にそうそう、出して飛び込んで攻撃を加える。飛び込んで攻撃加えるっていうのを私はちょっとお勧めしたい。飛び込んで攻撃加えるとか、一歩少しだけ相手に接近しつつ、ちょっと捉えづらいから、でも接近するのはよくないんだろうな。離脱しながら本当にいいんだよな。離脱とか回避しながら、はい。サイレスペルがかける。飛び込むと
されてもよくね、飛び込んで攻撃加えるか、飛び込むのよくね。フラッシュライトを護身に使う人は勝負は一瞬だと思うべきだろう。素人による素人のためにフラッシュライト効果。面白いこと言ってきたよな、こいつは。いや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 。はい、わかりました。まあ、こんなようなことですね。はい。まあ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 。うん。ね、長文君、勉強しよう、もうちょっと。素人個人に人命、もっと勉強しようね。勉強した方がいいよ。